はい、こんばんは、島津です。アローン・イン・ザ・ダーク、続きからやっていきたいと思います。前回はまあ、そうだね、屋敷の探索がメインになったんですけど、どうにか謎を解きまして、ジェレミーがいるであろう、なんだったっけ、憎悪の山、付近までね、来てるみたいなんで、今から探索していきたいと思います。はあ、たどり着いたぞ。ジェレミーの記憶に入れた。パッと見た限りね、山っぽいとこは見えないんだけどね。ここは果たして憎悪の山の付近なんでしょうか。憎悪の山だね。石油発掘装置がある憎悪の山まで向かうって出た。さて、どれだけやばい敵が出てくるんでしょうかね。ハンドガンしかないですけど。あと、確か壊れかけの鉄パイプですかね。ショットガンはね、図書館に置いてあったがね、まあ、今回取れることはないと思うんで、おそらくハンドガンのみだとは思うんですけど。石油採掘装置レポート。1923年5月月曜日、準備完了、配達可能。メンテナンス、オイルポンプの修理が必要。ちゃんと固定しない限り、動かした際にこぼれてしまう。火曜日、出荷は遅れたが届けられた。メンテナンス、壊れそうな橋を修理。水曜日、担当者はしぶしぶ新聞で我々が見つけたものについて読んだ画家ハートウッドさんに古代の埋葬塚を見る許可を出した。彼は明日戻ってきてから中へ入る方法を探るらしい。木曜日、ハートウッドさんの作業は長引いた。作業員は彼の存在が嫌なようだ。ハートウッドは施設に戻らないと約束した。その代わりに目的地に明日の朝送ってくれるという川舟の船長ロフィシエのオファーを受けた。願わくばそれで終わり、仕事が元に戻るといい。メンテナンス、石油プラットフォームと沼をつなぐ橋が崩れた。誰かがわざと破壊したのかと思われる。これが今我々を導く悪魔だ。これは確かジェレミーの備忘録に書いてなかったっけ？これか。チャプター1の魔除け図。ほら。石油採掘装置の作業員が、この古い墓を発見した時に悪魔の封印が解け、皆殺しにされたと言われている。その現場がここなんだよね。そしてここに、この裏世界に行き来するための道具の一つが埋まってた。っていう場所でもあるみたいだよね。この方位を指すための黒い日朝石がはめ込まれた魔除け。この方位を指すための古代道具はトンクレー沼のカシの木に埋まっていた。その現場でもあるみたいですよね。登れるか？登れない。ちょっと待って。裏になんかあるっぽいわ。はい、どこだ？こっちか。鍵が必要だ。鍵。ここは後から。そこ？倉庫っぽい場所。トンクレ沼ってこれのことでしょうね。敵くんな、火炎瓶。まあまあまあ。ちょっと敵が来てから使おうか。近接武器も欲しいよね。鉄パイプいつ壊れるかわかんないから。ジェッティの鍵。
壊れてますね。ここはいけない。待て待て、来た来た。どこ？は？来たよね来たよね。は？登ってこない？ジョボジョボ言ったよね。あれ？何かが足りないな。登ってはこんかったけどウィンチがないんだ。ジェッティの鍵があそこに合う？もしかして。どうかしら。来た。こっちから聞こえたかね、さっきのジョボジョボ音。いや普通におるわ。普通に徘徊してる。待て待て待て、まだ気づかれてないからいい。近接武器？橋のレバー、あ、キーアイテムか。よし。いるな。いるぞ。ちょっと待って。アイテムないの？鉄パイプ。ちょっとまあ、新品のに変えとこうか。いやー、持ち運びでー。どっかいんな。うん。グエグエ聞こえない？あいてて、そう。あ、やばいやばいやばい。やばい。地面に何かいる。地面に何かいる。地面に何かいるよ。聞いてないよ。地面に何かいるよ、みんな。ちょっと待って、回復して。ほら、地面になんかおる。え、こいつ、こいつ無理だよね。殴れんよね。は、ばっかじゃないの。常に走っとけばどうにかなる。いくよ。あ、待って、行く前にちょっと、あ、セーブできねえんだ。戦闘中セーブできねえんだ。いくよ。走ればいいんだよね。やばっ。いける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 と信じて。危ない。聞いてないってそれは。マジビビった。じゃあまあレバーを落として、ほい、レバーを落とすっていうか、うん、うまくいったぞ。 OK。 何何何何何、どういうこと。いや、ごめん、理解できないよ。何が起きた？俺理解できてないって。アイテムくれー、アイテムくれー。頼む、アイテムくれー。アイテムないのかい？まあ、とりあえず抜けられそうね。は？うわっ！何された？あ、何？え、カラスも出てくんの？えぐっ。ヤゴの、ヤゴの一種ですね、こいつ。あ、思い出した。体験版に出てきたよ、こいつ。そういえば。まあ、姿を表すタイミングでボコれるっていうのはなんかわかった。でも、どう姿を表せさせるかだよね。待ってね。どうしようかね。走る。うん。私はここだぞ。こんか。来れるもんなら。いや。反応してる。いや、これ難しいな。地面に向かって、あ、待って。オートエムはないよね。倒せないのか？いやいやいや、出てきたってことは倒せるはずなんだよ。だからとんでもなくでかい音を鳴らせばいいんじゃない？なんだ？スコップ。シャブルだって武器。あ、近接っぽい。強そう。頼りになるわ。両手武器。使い方は？結構早いね。うん。生態調査のためにちょっと一回、まあ死ぬ覚悟で戦うのもありっちゃありですよね。走り回って。カーンビーすごくスタミナないから、ぜいぜい言うんだけど、オッケーオッケー、来た。
殴れ殴れ、危ない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 、うわ、わかったわかったわかった、オッケーオッケー、ここぞって時に飛び出してくる場合があるわ。うん、でしかも最悪なことに、最悪なことに2体沸かしてしまったから、あ、待って待って、2体じゃねえわ、3体いるわ、こいつはまずい。うん、倒せましたね、とりあえず。あ、分かった分かった分かった、そういうこと、待ってね待ってね、痛いんな、でね、出す方法なんか分かった気がする。これで、持って、危ねえ。もう OK! ふざけんな。あ、倒せ、倒せた。倒せた、こいつは。投擲物を投げて、そこにおびき寄せることができる、できるんじゃない?と私は踏んだ。けど、まあ、その前に倒しましたけどね。ドラ、走れ。来てる?来い来い来い、うん、オッケー、燃えろ、あ、俺も燃えんだ、あ、死んでない、しかも、あ、しんどいなしんどいな、とりあえずまあ倒したよ。これも武器でしょ、オールも武器だよね、ほら、まあまあ喋る方が強いよ、こうなってくると。ここに来てね、近接武器がめっちゃ豊富になりましたね。脆そうだな。壊すためのものが必要だ。これでも壊れる?これじゃ壊れんか、さすがに。ほら。ほら。いけるいける。はい。しんどいな。またいいんでしょ?走ったら出てくる。え、なんか変な音してんだけど、こっち、こっちはこっちで、なんかいる、でかいやつが、あ、機械か、びっくりしたわ、どでかい敵がいるかと思った。おお、マジか、ちょっと待って、おお、早く早く、危ない、ちょっとうまく回転ができなかった。うん、殴れ殴れ、ナイスナイスナイス、痛い、痛いだけ、痛いだけ、あ、だっただった、みんな緊急回避できんだよこれ今思い出したわ、前回一切戦闘がなかったから忘れてましたけど、あるんだよ、これでかわせばいいんだよ。なのであえて立っといて、襲われる瞬間に緊急回避で距離取って攻撃だね。これ、この普通の歩きをしてれば、敵が寄ってこないとかないかね。走るから気づかれるとか。まあ一応歩きで行こうか。バレない可能性を信じて。後ろから持ってきてないよね。え、誰かおるんけ?さすがに無理だった。バレたね、バレたね、バレたね。ん?どっちだ?こっち?それとも、後ろ?掘った跡はないから、今後ろから襲われそうになったってわけではないのか。お前ジーザス、お前ジーザス、ジーザス、壊れた壊れた壊れた、しまった、使いすぎた使いすぎた使いすぎた、なんてこった、壊れそうな寸前でやめれば回復すんだよね、なんてこった、殴るってないのか、なんだこれ、見つめるぞ、はい、
ちょっと近接武器回収してこんと。で、音楽なってるけど、特にいじることはできませんね。ルートとしてはこっちだ。ヤゴが一体いたから気ぃつけないと。え、Y を押してスニークする？え、あ、そんな機能あったのこれ。ん？何スニークって。いやー、スニークできてなかった。おいしょ。ほら、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 あ、やば、壊れる。危ない、危ない、危ない。壊れるから、一旦置いといて。あれ、登ってくる？危ない。いちいち。びちゃびちゃ。あれ？あら、オール回復しないわ、みんな。回復する仕様って、自分の勘違いですかね。鉄パイプの時は一定時間置いたらなんかパッてこう治った感じに見えたんだけど、どうやらオールはあと一発で壊れます。そうか、これスニークってあったんだ。うん、ここに来てから解放されるやつだったのかもね。まあ、これさえあればヤゴからね、うん、ヤゴに気づかれなくて済みそうですね。こいつがどう行くかちゃんと見とかないとね。踏んだら 100% バレるよね、さすがに。ゼロ距離だから。ちょっと難しいな。いいか。戻ってくんなよ。あっち行く。オッケーオッケーオッケー。オッケー。いいか。お、よし。ヤゴ対策バッチリ。クリア。すげえいるな。いたんとこはセーフなんだよね。いた以降だよね。スニークしないといけないのは。やった、やった、鉄パイプ。オッケー。オール壊れそうだったから。これは？あ、違う、違う、違う。あ、弾。え、何？ピストルの弾って25発までしか持てないの？嘘でしょ？もうちょっと持たしてよ。わあ。まさか持てない時が来るとは思ってなかった。せーの。ほら。あぶね。そうだね、鉄パイプも回復しませんね。うん。え、お前潜れんの？そっからでも。こっからでも潜れるみたい、あいつら。おっ、おっ、おっ、いやいや、マジか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 。え？移動してなかったの？あ、待ち伏せしてくんだ。バーカが。どうすかね。ゆっくりもう行こうか。回復アイテムも残り2つだからね。そうか。待ってね。あ、なんで、あぶね、あぶね。え、バレてた。オッケー。そうか、そこに火炎瓶あったよね。そん時の、液が。うん。そん時の燃料がまだ残ってたみたい。で、このドロドロに関してはダメージは受けないけど、動きが遅くなるっていう仕様っぽいね。OK、弾取った。よいしょ。これはやばそう。ん？やばそうって何？あ、やばい、火がついた、火がついた。あ、だってね、機械を動かすとオイル漏れを起こして、オイル漏れを起こすって言ってましたよね。こういうことか。で、ヤゴたちはもう死滅してるでしょ。ほらほらほら。ヤゴたちは死滅したわ。は？あ、これ、やばい。ゲームオーバーだ。ごめん。
ゲームオーバーじゃない？居すぎた可能性高いね。あ、違う、こっちか。あ、よかったよかった。あぶな。オッケーオッケー。え、でもそこに入るってこと？さてと、どうする？うん、だってもう行き場ないよってなってくると、そこに入る感じ？あ、ロープウェイがあった。ロープウェイっていうか、硬い布、これを使ってうん、そうだね、ジップラインだ。ジップラインするんだ。違う？あれ？てっきりジップラインであっちに行くのかと思ったけど、あ、さらに上に登れってことか。考えろ、カンビ。燃えて死ぬよりは落ちる方がマシだろ。うん。ここを使いつってる。そっちじゃなくて、こっちじゃねえんだ。いや、飛びましょう。はい、布。どうにか脱出はできましたけど、あー、また湿地帯がいるな。いや、待って、ヤゴじゃなくね、動き的に。あれ、別のなんかいる？まあ、ゆっくり行こう。もうここは、うん、あ、ゆっくり行けないんだ。なるほど、ゆっくり行けない。何ほう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 。え、親ヤゴがいた。親ヤゴ。え、親ヤゴがおったんだけど。あんなのに捕まったら詰むて。最低でもショットがないと対抗できないって。あんな化け物に。ジェレミーが本に書いてた憎悪の山か。そうだね。そこまでよ。動くな。顔に向けないでくれ。あなたは何をしてるの？僕はタロエラというものを探してる探偵だ。あなたもジェレミーよ。なぜ？メイの依頼で無事を確認したい。怪我はない。けど無事ではない。呪いにかかってる。またなのか。静かに。無駄足だった。石油掘削装置と憎悪の山に行ってもジェレミーの手がかりはなかった。カーンビーがジェレミーのバッグを見つけた時は金を掘り当てたような気分だったが、デルセトの職員ロティによって仕掛けられた罠だった。状況は手に負えなくなったが、なんとかカーンビーはデルセトに戻ることができた。少なくともやるべきことは一つ減った。あとはボイラーをどうにかするだけ。中身は、パレットナイフ、キーアイテム。
絵を描くのに適していて、ドアの割れ目をすり抜けられるほどに細い。ドアを開けるときとかに使えそうね。うん。で、なんだこれは。言葉が持つ力について考える。言葉が持つ力について考える。ホアン・ルイス・ホルヘ。行動こそ偉大である。手を動かすだけでも、魂が働いている証拠だ。自由な意志があるからこそ、日々の繰り返しに飽きてしまう。どれだけ恵まれていても、同じ行動を繰り返してしまう。真の偉大さとは、いつも演技しているステージから降りること。この自由を手に入れた者は、恐怖を感じ、動けなくなる。ひどい場合には、自殺を考える者もいるだろう。しかし、その恐怖を乗り越えることができれば、偉大な道が待っている。運命ではなく、自ら新しいものを作るチャンスだ。計画した何かや、決められた何かではない。このような行動は、日常とかけ離れているため、説明が難しい。仕事や結婚相手などを選ぶときのような、単純な選択ではないのだ。ステージから降りるというのは、方向転換だけを意味するわけではない。作者のストーリーを否定するという意味だ。うん、まあなんとなくわかるわ、言いたいことは。あと、シッティングルームの、鍵来ましたね。今のはシャーロット・タボワーですよね。ナースの。ナース服着てましたから。まあいろいろ鍵手に入りましたね。いろいろ鍵手に入ったけど、あいつに対抗するにはこんな豆鉄砲じゃどうにもならんから、いよいよもうこいつの出番じゃないの？取れない？うん。おじゃなくて、取りなさいよ。はい。ということで本日はね、ここまでにしておきたいと思います。憎悪の山まで行きましたけど、そこにはジェレミーはいませんでした。で、代わりにロティがいたんですけど、ジェレミーは呪いにかかってるっていう風に言ってました。この呪いっていうのがどういった意味なのかっていうのは、まあ次回ね、進めていくことで分かっていくと思います。それでは、またよかったらね、この続き、ぜひとも見てやってください。島津のアローン・イン・ザ・ダークになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。